藤井聡太六冠が渡辺明名人に挑む将棋の名人戦の第2局が今月27日から静岡市内で始まります。この対局中のおやつ候補を決めるコンテストの結果発表が今日行われました。どんなおやつが選ばれたのでしょうか。私取材に行ってきました。静岡名物の安倍川餅に静岡のいちごとお茶を使ったワッフルも、棋士の2人が食べるかもしれないおやつが今日発表されました。渡辺明名人に藤井聡太六冠が挑む名人戦第2局の対局中のおやつ候補を決めるおやつコンテスト。応募があった25品のうち、一般市民のおよそ7000票のインターネット投票によって選ばれた8品が今日発表されました。どれもすごく美味しそうで、きっと迷うんじゃないかなと思いました。対局中のおやつは大きな経済効果があるとして今注目されています。今年1月に掛川市で行われた王将戦では、藤井聡太六冠と羽生善治九段が食べた羊羹は、対局後用意していた150本が1時間半で完売するほどの人気に。最初に藤井先生からね、ご注文いただいて、羽生さんからまた注文いただいたということでね、もうびっくりしちゃってね、あらまって感じですよね。では今回選ばれたおやつにはどんな特徴があるのか、おやつを作っている調理場を覗いてきました。6種類ですってよ。徳川家康にちなんだキルフェボンのタルトは、周りを囲む6種類のフルーツで花芯を、チョコレートと金箔で家康公の甲冑を表現しています。これはフルーツたっぷりで金の華やかさもあって、はい、ね、まさに徳川家の栄華を表しているようですよね。はい、本当に家康公の四天王のそのままだなと思います。およそ2ヶ月の試行錯誤の末完成したこちらのタルト、静岡店では6月15日まで販売の期間限定商品です。ポイントは味の層とご当地感です。チョコレートの、重厚感のある味わいと、フルーツで爽やかな味がプラスしてまして、ぜひこちらをお召し上がりいただけたらなと思っております。一方、季節の定番商品で勝負する店もあります。和菓子などを販売する大黒屋製菓舗で毎年夏に店頭に並ぶ玄米茶のわらび餅。お茶の発祥の地と呼ばれている芦久保、そこの玄米茶を、でそれを生地に練り込んで、で作ったものですね、玄米茶のわらび餅になります。さらにわらび餅を練るときには地元の湧き水を使用、素材の味を生かしたシンプルなおやつで静岡の魅力を発信します。いただきます。うん、お茶の風味がしっかり際立ってますね。ふわっと柔らかく香っていく感じですね。それとあんこの甘さがとっても合います。静岡イコールお茶っていうところをね、まずはなんか感じてほしいかなと。で、できればちょっとでも記憶に残ってもらえると嬉しいですよね。改めて今回選ばれた8品を並べました。どれも魅力的で、それぞれ職人の思いが詰まっていますので、ぜひ、食べた棋士の2人には少しでも癒しにつなげていただければと思います。名人戦は今月27日28日の2日間静岡市内で行われます。1日に2回おやつタイムがあるとのことで、どのおやつが選ばれるのか目が離せません。